ハワード・ジョンソン、ハワード・ジョンソン、ホワード・マイケル・ジョンソン、1960年11月29日隊は、アメリカ合衆国フロリダ州クリアウォーター出身の、元プロ野球選手、三塁手、遊劇手、外野手、宇藤良ダ。ニックネームは、補助、宝城、ハワードのホとジョーンソンのョの部分を合わせた。クリアウォーター高校では投手を務め、 卒業時のの MLB ドラフトで、ニューヨークヤンキースから23巡目に指名されるが、セントピータース大学への進学をちらつかせて、入団せず、翌年1月の追加ドラフトで、デトロイトタイガースから一巡指名され、契約した。すぐに、内野手に転校し、2は、A 級バーミングハムバロンズで22本塁打を打つ。4月14日にメジャーデビューを果たした。 しかし打率188と不振で5月にはマイナー合格となった8月中旬にメジャーに最昇格を果たすと9月には打率405の好成績を収めたの開幕はメジャーで迎えることができたが打撃不振のため5月には再びマイナー合格となりそのまま最昇格はならなかったは主にトム・ブルケンズと プラトーンでの起用で116試合に出場し、12本塁打を放つ。この年チームは、ワールドシリーズでサンディエゴパドレスを破って、ワールドチャンピオンとなった。1984年シーズン終了後、ウォルト・テレルとの交換で、ニューヨーク・メッツに移籍した。は、レイ・ナイトと三塁のポジションを争うが、ショートのラファエル・サンタナの打撃不振もあり、ショートで出場する機会も多かった。 は、さらに新人ケビン・ミッチェルのナリーグ MVP、後大英にも、所属と3人でサードを争うが、ナイトが開幕から好調で3塁に定着し、ジョンソンはショートを守る機会が多くなった。故障もあって88試合の出場にとどまったが、10本塁打を放った。打速だがこのシーズン、ミッチェルは、投手、保守、一塁以外すべてのポジションで、先発出場を果たす。 ユーティリティープレイヤーあった。1986年7月22日のシンシナティレッツ戦では延長10回に乱闘で3選手が退場となり、2人のピッチャーが怪手として出場する異常事態になったが、この試合の14回にジョンソンが3ン,ンホームラを放って試合を決めている。この年メッツはワールドシリーズでボストンレッドソックスを破り、 ジョンソン自身2個目のワールドシリーズリングを手にすることができた。ワールドシリーズでの先発出場は第2戦のみであった。この年のオフにナイトが FA でボルチモアオリオールズにミッチェルがトレードでサンディエゴパドレスに移籍したこともありには開幕から3塁のポジションをつかんだ。この1987年には一気にブレイクし157試合で打率こそ 265に終わったが、36本類打99打点、さらに32盗塁を記録し、チームメイトのダリル・ストロベリーともども、ザ30から30クラブ、30本類打30盗塁の一員となった。同じシーズンで、同一チームで2人が30から30を達成するのは、史上初であった。ただし守備の方は相変わらず、不安定で3類。 遊撃合計で26失策を記し、あわや史上初の30から30から30、最後の30は失策を記録するところであった。この年の36本塁打は、スイッチヒッターの本塁打のナリーグ記録、当時を53年ぶりに更新した。は24本塁打を放つも、打率230の低打率に終わる。この年終盤に、 戦烈なデビューを果たした新人グレッグ・ジェフリーズを3塁に起用して、ジョンソンをトレードで放出するという噂もされたが、1989年には奮起。ジェフリーズを2塁に追いやり、36本塁打41盗塁を記録し、2度目の30から30を達成。同年はオールスター初出場を果たし、シーズン途中で引退しながらファン投票で、 選出さたマイク・シュミットに代わって、先発出場。同年は、シルバースラッガー賞も受賞した。238本類打30盗塁で、通算3度目の30から30を達成。内野手としての自身の失策の多さと、右翼手ヒュービー・ブルックスの故障もあり、後半に外野に転向。三塁で十八失策、遊撃で十一失策、そして外野で二失策を記録し、 ついに史上初の30から30から30を達成してしまった。ただしこの1991年には38本塁打、117打点で、ナリーグの本塁打王、打点王の二冠王に輝いている。1991年のシーズン38本塁打、およびナリーグでの通算209本塁打いずれも、当時スイッチヒッターのナリーグ記録であったが、前者はに、 メッツの後輩トットハンドリーは41本塁打で、更新。後者もに、一時メッツでチームメイトであったボビー・イボニーや、当時、マーリンズによって更新された。また、この年な、リーグの本塁打と打点の2冠王となったが、なリーグのスイッチヒッターでこの2冠を獲得したのは、終了時点でジョンソンのみである。スイッチヒッターの打点をもなリーグ史上初で、ニランスバークマンが2人目となった。 同年は三類手として二度目のシルバースラッガー賞を受賞した。また、三十から三十を三回達成したのは、当時ボビー・ボンズ、バリー・ボンズの父に次いで、大リーグ史上二人目であった。終了時点で他に三回以上達成したのは、ボビー、バリーのボンズの親子とアルフォンソ・ソーリアーののみである。二は外野に完全に転向するが、打撃不振で、二は再び三塁に戻るも、 この年も不審に終わる。1993年限りで FA でメッツから移籍した。2は、その前年に新参入したコロラドロッキーズと契約したが、1994年から1995年の MLB ストライキのため8月に終わった。このシーズンでの打率は、211に終わり、解雇される。よくは、シカゴカブスと契約したが、この年も、 115の大不審に終わり、8月には解雇され、そのまま引退した。1996年に、からの新規参入が決まっていた、タンパベーデビルレイズ参加のマイナーリーグのコーチとなるが、1997年に、メッツで現役復帰を試みるも失敗。その後、メッツとスカウトとして契約。以降は、メッツ参加のマイナーのコーチ、監督を歴任し、には、 メッツの一類ベースコーチに昇格し、12シーズンぶりにメジャーのユニフォームに袖を通した。シーズン途中には打撃コーチに配置変更され、まで務める。前後するが2007年の MLB ドラフトで息子のグレン・ジョンソンがメッツから36巡目指名されている。彼はシアトル・マリナーズで打撃コーチを務めていたが、6月20日より、 マイナーでの指導に回ることになった。1987年にはあまりの急成長にバットの芯にコルクを詰めるコルクバットルール違反疑惑が巻き起こった。疑惑を持ったヒューストンアストロズの監督ハルラニアーがある試合でジョンソンがホームランを打ったバットを回収し X 線検査を行ったところ結果は黒だったという。ただしその検査結果はあくまでも 非公式なもので、他の試合も含めジョンソンのコルクバット仕様は、立証されず、あくまでも疑惑に終わり、処分は受けなかった。逆に、アストロズのビリー・ハッチャーがこの年九月の、シカゴ・カブスとの試合中に、折れたバットからコルクが出てきて、現行犯であったため、この試合の退場、罰金、および十試合の出場停止処分を課せられている。 当主のデーブ・スミスからバットを借りた。と言い、当のスミスは、あのバットは、投手陣で打撃練習をするときに、誰が一番打球を飛ばせるかという賭けをする際に、使用するバットだった。と弁明していた。ジョンソンを上げようとしたアストロズから、古力バット使用の現行犯が出てきたのは皮肉である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。